本4つ、1つは右にです。一歩踏み込みます。右に1つ、一歩入りながら、はい、同じ方向に行きます。次は前回、前の足を軸にして、並びます。前の足を軸にして、並びます。合わせたら、右に転換。おお。ね。そう。もう一つは、腰をねじる。一息。ね。このまま腰をねじる。おお。腰をねじるだけです。これが基本の体さばきになります。前ですね、普通の前の時は一歩踏み込みながら右で受ける時は左膝が出てきます。一歩踏み込みから右で受ける時は左足から出てきます。はい、うんとこ前が近い場合はこの足がこう出ると自分の体勢が崩れますので、こっちの膝から出てきた方がよろしいと思います。こっちの軸の体勢を崩さないように、場合が近い時はこっちから出てきます。それからこっちに入ります。こう相手をこう引っ張らないのがいいと思いますね、裏は。引っ張らない。この相手の肘を押しながら回します。こう引っ張ると相手も頑張りやすいですから、相手の肘をずっと押しながら回していきます。こんな風になるのがいいと思います。表の場合は一強でまず崩します。肘をしっかり押さえてこっちを持ち替えます、ね、相手の肩を挟んで手のひらを上向けて押さえます。一つは親指で引っ掛けてこう持ち替えます、ね、もう一つは相手の手の甲と自分の手のひらをぐるっと回します。こんな風な持ち方を、持ち替え方があります。もう一回ですね、はい、二強の方で親指に引っ掛けます、ね、手のひらで相手の手の甲をこう回しながら持ち替えます。はい、いきます、ね、はい、手首をしっかり握って握ったままこう、はい、はい、はい、手首をしっかり握ります。自分の手のひらと相手の手の甲がこう離れない、ね、しっかり密着させて決めましょう。裏の場合ですね、表のようにこう一強のようにこうしますと持ち替えるときパッと肘を曲げられると逃げられます、ね、もう一回こう持ち替えようと思ってこうスッと逃げられますので、できれば手首を握った方が、ね、これは
逃げられませんので、このままこう決めていきます。お、手首を握りましょう。おー、して、三強表、一強に崩します。手の甲をしっかり握る。こっちの手は指4本をしっかり握ります。はい、ここで今度持ち替えましょう。裏、一強の裏で崩します。はい、同じ方向向いて、一挙に崩します。このままこう持ち替えても結構です。こうですね。もう一つはこう、ここで相手の手首をこう反らせながらこう持ち替える場合あります。基本は崩したらそのまま持ち替えていいと思います。こう、あんまりこの手がこう深く持ちますと相手の親指で握られます。こう返されます。この親指で握られない。指4本しっかり握ります。正面打ち4強表、1強で崩します。ここで反らせる。ここで手首をしっかり握ります。この時小指がこう開かないですね。小指しっかり握って落としましょう。この時肩がこう出すぎないように、ここに気持ちを集中させていきます。裏、1強の裏で崩しましょう。こう振り回せる。はい、もういいかな。ちょっと一強の裏崩して、ここで持ち替えます。小指をしっかり締めながら糸を回しましょう。止まった体勢から四方投げを行う場合ですね。相反りの時は表に入る。
左手の体操を崩しながら右手で手首を握ります。お一歩踏み込んで、はい、逆半みたいなの場合は裏に、面をかじりながら十分後ろに入ります。もう一つ、この流す場合ですね、今こう止まったところが始まりました。流すときは、おう、おう、一つは、おう、すばい、もう一回いきます。おう、すばい、もう一つは、そのまま崩していきます。左手が下の場合は左足が踏み込みます。一歩を斜め後ろ、相手から取って相手から踏んで斜め後ろ、ね、これだけの体勢を崩します。この時指が上向きましょう。落とす時指が下向くとこれで相手に崩れます。一歩踏み込んで相手を崩します。1、はい、指の方向が大事ですね。上げるとき指が上、落とすとき指が下向きます。上げるとき指が上、はい、落とすとき指が下向きます。突きの小手返しですね。これは右手で来るときに左足前に出しながら踏み返する場合、右手で来る場合は右半身から一歩踏み込みながら踏み返す場合、どっちもあります、はい、立って決めるときはこの手を頭のゆっくり押してあげます。左指より重ねて座って決めるときは二強と同じように決めます。こう、ね、この握り方はですね、あの準備体操のとき親指の腹で小指の付け根を握るのと同じです、ね、相手の小指の付け根を握る、ね、そして相手の指と自分の指を重なり合わせる、ね、こうならない方ですね。こう相手の指が巻いてある方向に落とします。こうなるね、指と指重ね合わせた方がいいと思いますね。お、はい、これは手首を決めるんじゃなくて肩を柔らかくしてあげた方がいいです。はい、突きの一強です。厚みが入る、ね、厚みが入った手で相手を握ってこう、ね、気持ちとしては相手にこう後ろをあんまり見せないようなんですね、はい、いつでもこれが変えるようなんですね、はい、
月の入り見ない。はい、じゃあ手を握ります。はい、返して首をしっかり握る。ここで、はい、ここまでしたらこっちの引きを十分効かせましょう。半身に張り出し、片手取り小手、四方投げ、ね、正面から飛ばせますと持つときこう叩かれますので、できれば半身になる。これで相手を崩します。ここが空きますから、そこに膝を出すように。相手を崩します。極端にこう崩しますと外れますから、外れないようにこっちの手で押さえておきます。十分回って片手取りの場合は半身になりました、ね、両手取りの場合は半身、ちょっと苦しいですから、こう正面から向く、向こうの蹴りが来ないようにこっちからこう蹴り上げのつもりで入ってきます。しっかり回して、裏はつま先の相手の小指のところ、ここで十分後ろ振り返って落とします。片手取り小手返しですね。一つはこう切る、上から切る場合、ね、下からこう切っていく場合、両方あります。この手をひねりながら切る、ね、こう並んで指で重ねて落とします。もう一つは下からこう切っていきます。下から切っていきます。例えば中段突きの場合、ね、中段を突いてきた、ね、こうゆっくりやるとこう切っていきます。上段突いてきた、こうはできないですね。これはこう下からこう入ります。下からこう、はい、ゆっくりやるとこういう気にしないです、ね、どっちもできた方がいいと思います、ね、一つは上から切っていく、一つは下から切っていく、もう一つは向こうの手が届かない位置に続きながらこう入る、
こうすると叩かれます。こっちに行きます。こう、ここを落とします。向こう近づくと叩かれます。軽く叩かれないところ相反に片手取り小手返しですね。これは一つはこう相手の腰を切っていく、切る、ね、切りながら相手の手を見ながらこういく場合、もう一つは相手の四角に入る。おお、これは両方あります。一つは腰を切ります。切りながら持ちましょう。もう一つは入り身転換で一歩入りながら、おお、片手取り内回転投げ、一つはこのまま入ります。面ポンと落として首を押さえましょう。蹴りを入れるつもりで崩します。もう一つは転換しながら面を入れてポンと落とします。首を押さえますと相手が崩れます。一つはそのまま入ります。おお、もう一つは転換しながら崩しを大事にしましょう。これをしっかり押さえます。はい、足に出るのを崩します。手を返しますと相手の肘が伸びます。おお、はい、左手を振る場合、左足で一緒に振ります。こっちの手で当てに入れておきましょう。手首をしっかり握って崩します。膝はできれば内側からつきましょう。はい、押しながら回します。膝は内側からついていきましょう。崩しの場合、肘がこう伸びすぎますとこれ叩かれます、ね、あんまりこう伸ばしすぎない、ね、こんな極端にこう曲がりすぎるところが潰されます。ちょうど最後に呼吸法へ向こう、ね、肘をこう丸くする、ね、伸ばしすぎない、曲げすぎない、そんな感じで横目打ち5強ですね。これはだいたい探検取りに使う技です。打ってきたのを1強にここで止めます。1強はこう握ります。5強はこう握っていきます。相手の手首をしっかり握ります。はい、おお、ここで肘を折って、ここで探検を取ります。はい、手首を握って、はい、押さえます。肘を押さえ曲げて、はい、テーブルの場合このままね、足で探検をこう飛ばす場合もあります。
後ろ両手首で一挙、これを切り落としながら後ろに回ります、ね、ここで指先を内側に向けると相手が浮きます、ね、こう上がらない指先を内側に向けます。ここで落として肘をしっかり押さえてこっちを持ち替えます。はい、切り落としながら、ね、面を落としながら、後ろ両手首取りは取り方ですね。これを切り落としながら後ろに回ります。こうね、ですから取らせる方もいきなりこう後ろを見せない、ね、はい、これを切り落とし、ね、後ろ取りします。こう、ね、はい、後ろ両手首取り三挙ですね。はい、ここでこう、ここで握ります、ね、はい、指をしっかり握ります。これで相手を後ろにします、はい、持ち替えて、この時こっちの手こうすると向こうの手が空いてますからちょっと危ないですね。できれば両手を持たしてから崩しましょう。後ろ両手首を十字内、あるいは十字並びと思います。こう相手の腕をこう十字に組ませます。はい、これで相手を落とします。これで指をしっかり開いておきましょう。こうなるべく深く組ませます。こう手首をこうに、こうなりがちですけど、これはこうなった方が正しいですね。こう、この方が力出やすい、ね、こう来てね、こう握ります、ね、はい、ここに崩していきます。後ろ両手首取り、入り身投げですね。これは大きく2つあります。1つはこっちの手を握らせない場合、こう、はい、相手の手で相手の首を握ります。こう、もう1つは両手をしっかり握られた場合、今はこっちの手を外してこう回ります。こう、こちらで外します。おお、はい、ここで相手の後ろに入る、ね、おお、
後ろに崩しましょう。肩取り3キロですね。ここで手は持たれてませんけど、手がこうブラーンとしますと後ろ引っ張られますからね。パッ、持たれてなくても立っておきましょう、ね、ここで、おお、首がここに出るよ、ね、メインが出ます。こうして、鉄筋をしない、上から押さえないと起き上がれないといけません、ね、腰割りをやるようやる体勢、こう後ろあ上から押されない、こう、後ろ両肩取りですね、吐きます、こう、この時気をつけなきゃいけないのはなるべく腰をひねって相手を向かい合わないように蹴られます。できれば相手と同じこの方向を向きながら崩します、はい、この時こう取ると向こうの手が空いてますから、これ無防備ですね。ですから危ないですので、できれば基本は両肩を取らせてから、おお、ね、相手の手がこう肩を持ってますから、この肩の力を使います。これこう持ち替えない、離さない、肩を使ったままこっちの手で弾いてみましょう。面に、片手取り腰投げ、回転投げのようにこう入っていきます。回転投げはこうくぐります、ね、後ろの足が相手の足の中に入っていきます。相手のお腹と自分の腰が十字投げ、ね、ここでこの手を畳に近づけていきます。相手の腰を切りながら当てに入れましょう。こう、はい、正面打ち腰投げですね。おお、ここで手首を握って当てに入ります。はい、手首を握ったまま腰を落としましょう。おお、はい、この手を畳に近づけていきます。当てに入れる時はここですね。当てに入れる箇所こう、はい、もう一つ、ね、はい、こう、もう一回落とし、はい、当てに、ね、はい、当てに、はい、こう、ね、後ろ両手首より腰投げ、後ろ両手首より腰投げ、おお、これも相手のお腹と自分の腰が直角になるように、ね、この手を畳に近づけていきます。おお、ね、はい、あの応用としてこうついていきたいのですね。下からこう面、ね、こういう腰上げます。あるいは両手を持たれて、ね、このままこう入る場合です、ね、
足は両手を持たれた。こう、ね、こういう腰だけもある。あるいは両手を持たれた。四方の絵からこう、このまま決めていく。腰だけもある。それは多いようですね。肩取り、面打ち、二強の裏、肩を取らせる、当てに入れます。流して、こっちで当てに入れましょう。手をしっかり握って、あとは入れます。はい、当てに入れる。もう一つ当てに入れます。当てに、このまま手を握ります。ゴロ出て叩かれますね。こっちで押さえておきましょう。はい。肩を取らせる。こうと、こう取らせる。はい。当てみるよ。これあんまり早すぎるとこう、隙間がこう叩かれます、ね。ちょうどこれは、剣で言えばつばずり合いのような感じ。どっちもこう力を抜けない。おお、ここで入ります。オッケー。いかん。ちょうどこれでこうつばぜれに、ね、おお、ね、これ力抜けたらこう切られます。向こうが力抜くの向こうが切られます。ここでこうこっちもこう力抜けない、気を抜けないようなこのところですね。これですね。これはしっかりどっちもこう気を抜かないように、ね、こうバランスを取りながら落としていきます。当てる。ね。ね。ここでこう直接取らない。必ずこっちの手で当てに入れておきましょう。はい、肩取り、面打ち、入り見ない。ここまで来ましたら、ね、この手を戦えない。すぐに相手を後ろ、下に蹴ります、ね、はい、ここまで来ました。すぐに相手を後ろに蹴ります。引きを十分効かせます。はい、肩取り、面打ち、四方投げ、ね、こう手首を握ります。はい、
一つは、ね、並んで下から上に上げます。おお、ね、並んで下から上に上げていく崩し方、ね、もう一つは上から下に持っていく崩し方があります。上から下に崩します。どちらもあります。いきなりこう取るんじゃなくて、ね、目と打ち、これを切り落としながら四角に入って取りに行きます。これが基本ですね。おお、はい、こうして、こう、ね、これを下から上に行く場合、もう一つは上から下に落とす場合、両方あります。もろ手取りの握りからですね、面と打ち、これを切り落としながらこう入って、ね、ですからこう相反にやったりしないように面、相手の四角に当てる。おお、よくあの相手の手をこう払うしていますけど、これ払うとですね、こうしてやられます。あんまりこう大きく払わないようなんですね。こういうふうに切り落としながら下げるようなでいいと思います。はい、おお、1強目よりこういく、これでこの手で相手の首を握ります。こういう握り、はい、おお、はい、対して首を握ります。はい、一つです。もう一つは面をかぶって引き落としながら相手の後ろに入ります。面、引き落とし、相手の後ろに入ってこっちで引きを十分引かせます。もう一つは並んだこのまま巻き込みます。並んで剣が上向きます。こっちは出す、こっちは引いて相手を引きます。もう一つ面をかぶりながら落としてすぐに上げます。面落として、もろ手取り、呼吸法、立ち技の呼吸法ですね。こう取られました。表はこの足が、相手の足の前に行きますけど、体は少しこうひねった方が崩れやすい。相手の腕と自分の腕が同じ方向向けながら、ね、こういかない。おお、同時に腰をねじります。ここで面をかぶって手のひら上向きました。ここまで手のひら下とぶつかりますから、手のひら上向けていきます。はい、もう一つ裏ですね。今度は転換します。万歳するような感じで、はい、相反に片手取り一強、ね、表はこう相手の前に進む、こいつは後ろに回る、裏、ね、相反に片手取り二強ですね。こう、ね、自分の指と相手の手首が直角になるように、この位置で決める。こう動いたのが直角です。で、向こうの手で叩かれない位置にこう入ります。これを落としましょう。入り身なり、今度はもう少し深く入ります。おお、下から上に行く場合はこう入る。
もう一つは上から下にこう切っていく、ね、おお。逆半に重ねるとき、今日一つはこう当てに入れて、こう崩す場合、ね、あるいはこう真横に崩しても結構です。もう一つはこう転換します、ね、これはどれでも技法としては合ってます。面に、あるいは真横、もう一つは転換。おお、一強いきます、ね、表は一強と基本的に変わります。裏は転換、あ、失礼しました横に切ります。一つはこう、一つは転換してみましょう、ね、一つは真横に切っていきます。転換、はい、審査と演武の違い、審査はですね、基本的にはやっぱりその技がしっかりとこう覚えているかどうか、正確に覚えているかどうか、それが一番大事だと思いますね。ただこう知識として頭で覚えるんじゃなくて、本当にこう体で覚えているかどうかですね。ですからそういうこう修行という行を行いという字書きますけども、やっぱりこう頭や知識じゃなくて、本当にこう体でそういうものを覚えているかどうか、よく禅では覚足とか、あるいは体得とか言いますけども、体でやっぱり覚えるということが大事ですね。ですから、まあ、審査員の方が何々やってくださいと言った時にパッと体が動く、そこまでいく、そういうのが基本になると思います。だんだんこう講談者になっていけば、そこにこう神聖とか風格とか、そういうものも出てきたら、より素晴らしいものができると思います。演舞は今度はその正確性というものはもちろんですけれども、与えられた時間といいますか、その範囲内でですね、自分はどういうものを表現したいかということになると思います。例
例えばこう強さを表現してみたい、美しさを表現してみたい、柔らかさを表現してみたい、これを演舞はやっぱりその人の自己表現に通じると思いますから、その演舞で自分は何を表現したいかということが大事になってくると思います。審査と演舞の違いはそういうところに違いがあるんじゃないでしょうか。海藻、王先生はやっぱり合気道はですね、最終目標は姿勢の人を作るということを言われましたけども、やっぱり稽古でそういうものをこう作り上げていくというかですね、そういうことが大事だと思います。ですから例えばこう4段5段6段になって講談者になっても、初心者はこう手先であしらったりですね、こう、まあ、極端に言えばバカにするような ことじゃなくてですね、本当にこう精神誠意こう相手になってあげる、相手にならしていただくと、そういう真心ですか、誠の心、そういうことがやっぱり基本になると思います。そしてこれは技が上手いとか下手とかじゃなくてですね、稽古終わった後本当にこう、ああよかったと、この人とやって稽古をしてよかったと、体も心もこう充足感というんですか、そういうものを感じられるような、そういう稽古をしてみたらいいんじゃないかなと思います。いくら強い人であってもなんかこう後味が悪いようなですね、なんかあの人と会ったらこう気持ちよくなかった、そういう稽古じゃなくて、下手な人でもやっぱりこう終わった後非常にこう爽やかな感じを受けさせてくれる人、すがすがしさを感じさせてくれる人、そういう人おられますね。そういう風な稽古はやっぱりこういい稽古と言えるんじゃないかと思います。何回も言いますけれども、やっぱりこう講談者ね、人をこう手先であしらったりね、そういうことはやっぱり現に慎むべきだと、そんなふうに思います。練り合いっていうのは非常に難しいんですけども、例えば子供クラスなんかで毎年餅つきありますね。餅は最初米、もち米からボロボロですね、もち米、あれをきねでこう練っていきながらだん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 こう柔らかく強くなっていくんですね。そういうふうに最初私たちの体も技が何もわからないけど、手とか足とか体とかあるいは心とか、そういうバラバラに使っています。だん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 こう練り合っていくうちにですね、やっぱり心、技、体、そういうものが一つになっていくんですね。そして非常にこう柔らかく強くなっていくんだと思います。ですから急に上手になろうと思ってもこれはやっぱり無理だと思いますね。やっぱり何年も何年もかかって、そういうこう心、心、技、技ですね、体、体、そういうものをこう一つにしていくように努めていくことが大事だと思います。沢庵禅師という方はですね、あの人は水を表現していた、水、ね、水は方円の器に従ってこう四角な入り物にも入る、円は丸い入り物にも入る、ね、水は同時でもない、だけど氷はそういかない、だからまだこう寝れてない心、寝れてない体というのはちょうど氷のような形ですね、ガチガチとか応用は効かないわけですね。やっぱりこう練れたものはちょうどこう水のようにどんなものにでもこう対応できる、そういう心や体を言うんじゃないでしょうか。質問の答えにはなりませんけれども、海藻はですね、覚えて忘れろということを言われたんですね。道場で教わったことは道場出たら忘れていい、そしてまた道場に来たらそれを覚えなさい、また忘れなさい、そういう人こう頭でいろいろ考えるんじゃなくてですね、体で覚えていけと、そういうことをおっしゃられたんですね。ですから一歩道場に出たら忘れるんじゃないかと思いますけど、もうそれでいいということですね。そして道場の時は道場のことを一生懸命やりなさい、また道場出たら出たなりのことを一生懸命やりなさい、そういうのを繰り返しでですね、そして何年も何年もかかってやっぱり自分のものにしていきなさい、そういうことを言われたような記憶があります。ちょっと答えにはなってませんけれども、